はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトで色の塗り方のコツを紹介していきます。まあ、塗り方っていうかですね、いかに早く塗るかっていう方法なんですけど、これを知ってたらすごい便利なので、今日はその方法を習得してほしいなと思ってます。はい、では始めていきます。右上のプラスボタンからスクリーンサイズで新しいキャンバスを作ってください。で、今回カップケーキ描くんですけど、描きやすいように、グリッドを表示していきたいと思います。左上の設定ボタンからキャンバスを押してもらって、描画ガイドをオンにしてください。で、その下の編集ボタンを押してもらって、このグリッドの編集をすることができます。まあ、ちょっと細かめにしてもらって、下書きの絵を描き始めていきます。で、カップケーキの中央線っていうのをだいたいざっくり決めてもらって、左右非対称になるように、まあ、カップを描いていくと、まあ、綺麗に描けます。で、使ってるブラシなんですけど、今回は鉛筆の 6B を使ってます。で、今これは下書きの段階です。下書きの段階は鉛筆の 6B でたくさん線を入れながら描いていって、後からペンで、本書きをしていきます。で、例えばここのイチゴのサイズっていうか形を変えたいときは、左上のセレクションツールっていうのがあるんですけど、ここでですね、ざっくりイチゴをかたどってあげて、選択範囲が作れたら矢印マークを押して、こうやってサイズ変更することができます。その選択された範囲だけ、形を変えることができます。で、私はここでワープっていう機能を使ったりして形を変えてます。なんで、後からワープ機能を使えばある程度変えれるので、下書きで書いてる段階ではあんまり、細かく書きすぎずに、まあ、ざっくり書いていって、ワープで形を変えて整えて、また書いてワープで整えてってやる方が、まあ、デジタルアートとしてはすごい効率がいいかなと思ってます。で、下書きが終わったらですね、次本書きをしていくので、この今下書きのレイヤーはですね、不透明度を下げてください。まあ、10% ぐらいにしてます。で、その上に新しいレイヤーを追加してもらって、そこにですね、ブラシを変えて、線を描いていきます。で、その時に使うブラシなんですけど、私は今自分でカスタマイズしたブラシ使ってるんですけど、そうですね、ブラシペンか、スタジオペンっていうのがあるんですけど、それを使ってもらうといいかなと思います。で、私はですね、ブラシはいつもその度に設定を変えてるんですけど、ここでいろいろ項目変更できるんですね。で、結構いろいろあるので、私も全部把握はしきれてないんですけど、また違う動画でブラシの設定方法とかをやっていきます。で、さっき下書きした時はですね、たくさん線を描きながらざっくり大枠の形を形取ってたんですけど、この本書きする時はブラシペンでこう一本で決め打ちで描くようにすると綺麗に仕上がります。で、下書きの線を見ながら綺麗なラインを引いていく、一本ラインを引いていく形で、結構集中しながら描いていった方がいいと思います。
で、アウトラインが取れたらですね、次色を塗っていきます。で、ここからがですね、今日の一番伝えたいことなんですけど、まずレイヤーですね、ここを押してもらうと一番上にですね、このアウトラインの線のレイヤーがあります。で、ここをタップしてもらうと基準っていう項目があるんです。で、これを基準を選択してください。で、選択したら新しいレイヤーをどんどん追加していって、そこにですね、色を塗っていきます。で、基準が何かっていうと、基準に設定したレイヤーに対して別のレイヤーに色を塗りつぶしすることができるんですね。で、どういうことかというと、まずピンク色を選んでもらって、今別のレイヤー選択されてます。で、ここにですね、放り込むと色が塗られるんですよ。で、はみ出しちゃいましたね。これは何でかっていうと、色位置が大きいので、こうやってドラッグ&ドロップするとどれだけ塗るかっていうのを選択、設定することができます。で、こんな感じで今、黒のラインのアウトラインのレイヤーと別のレイヤーを選択してるんですけど、そこにはみ出さないように塗ることができるんですね。で、別のレイヤーを選択してもらって、次はですね、チョコレートパウンドのここを塗りますね。こんな感じで、で、別のレイヤー選択してもらって、カップケーキの底の部分ですね、ここを塗ります。で、左右にスライドするとどれくらい塗るかっていうのを変更することができます。で、こうやって色のレイヤーを変えて、色を塗ってあげると、後からこのピンク色を例えば赤にしたいとか青にしたいっていうこともできるんですね。で、こんな感じで色をどんどん塗っていきます。はい、ということで、こんな感じで完成になります。
この前バレンタインデーだったので、こういうちょっとポップで可愛らしい絵を描いてみたんですけど、まあ、アウトラインをこうやって太く引いた絵っていうのは今回紹介した基準っていう項目、これを使うとですね、うまく絵を塗ることができるので、よかったら使ってみてください。で、他にもですね、プロクリエイトの使い方とか便利技とかいろいろ紹介しているので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。